はい、今回はおなじみの定番プラグインバンドル、ウェーブスのゴールドバンドルについて、いくつかのプラグインをピックアップしながら Tips をお送りしたいと思います。特にそれらのプラグインならではの使い方や、意外な活用法などをお伝えできるかと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。まずご紹介したいのがこちら、エディ・クレーマードラムチャンネルです。ビートルズやジミ・ヘンドリックス、レッド・ゼッペリンなどのエンジニアを務めたエディ・クレーマー氏の監修のもとに開発されたプラグインで、手軽にそのエッセンスを活用できるよう設計されています。これはもうその触れ込みの通りで、刺してドラムの種類を合わせるだけでそれなりのサウンドに仕上がってしまいます。ちょっとやってみましょう。まずキックに適用してみます。元のサウンドはこんな感じです。ではエディ・クレーマードラムチャンネルをオンにして、中央のスイッチを BD に合わせます。聞いてみましょう。非常に存在感があり、抜けるキックサウンドになりましたね。あとはお好みで EQ などを触ってみましょう。最終的にミックス全体の中でも確認してみます。まずはバイパスから。入れていきます。前に出てきましたね。スネアにも適用してみましょう。元のサウンドはこんな感じ。オンにしてスイッチを SNR に切り替えます。 EQ も少しいじってみましょう。かなり抜けるサウンドになりましたので、アウトは少し下げてもいいでしょう。ミックス全体の中でも確認してみましょう。まずはバイパスから。入れていきます。非常にパンチのあるスネアになりましたね。もちろん他のパラメータを使ってもっと追い込んでもいいのですが、まずはこれだけでも効果を体感していただければと思います。このプラグインのいいところは、とにかく作業が早い点です。イメージするサウンドとマッチしていれば、シンプルに手早くサウンドメイクをすることができます。それもかなり使える音というところがポイントですね。通せばいい感じに仕上がるアウトボード的な扱いとして、ラインナップに加えておけばいいのではないでしょうか。次にご紹介するのが、こちらの MV2 です。これはダイナミクス系に類するプラグインなのですが、画期的なのはコンプのように大きい音を潰すのではなく、小さな音を持ち上げてくれるという点です。元のサウンドのニュアンスを損なわずにレベルを平均化したい、埋もれがちな音を拾い上げたいといった際にかなり重宝するプラグインですね。今回はギターのトラックに適用してみましょう。このようなフレーズです。合間合間に挟まるミュートの音が小さいですが、これはグルーヴ感を出すために重要な要素と言えます。ではローレベルのスライダーを上げて、レベルの小さな部分を底上げしてみましょう。徐々にミュートの音が浮かび上がってきましたね。レベルに応じてレシオが可変するようなので、ここは大胆に上げてアウトプットを下げて対応してみましょう。バイパスと比べてみると、明らかにミュートの部分が大きくなっています。またそれ以外も程よく余韻が出て存在感が増していますね。ミックス全体の中でも聞いてみましょう。まずはバイパスから。入れていきます。ミュートの音がはっきり聞こえるというわけではありませんが、
ノリが出ていることを感じ取っていただければと思います。続いてはこちらのルネッサンスアックスです。特にギターやベース向きにチューニングされたコンプレッサーで、他のコンプよりもシンプルなパラメーターで手早く簡単に結果を得ることができます。今回はこのアルペジオのギタートラックに適用してみましょう。狙いとしてはアタックの粒を揃えながら若干サスティンを出していきたいといったところです。さて、何はともあれスレッショルドを下げてコンプ効果を加えてみたいのですが、このスレッショルドはマキシマイザーに似ていて、下げると同時にゲインが上がります。音量感を変えたくない場合はシフトキーを押しながらスレッショルドとゲインを同時選択して下げていきます。やってみましょう。いかがでしょうか。深く突っ込んでみてもあまりコンプ臭くなることなく、レベルが整えられていきますね。これはレシーバーやリリースが自動でコントロールされているところに鍵があるようです。あとは好みのニュアンスになるようにアタックを調整するだけです。早くすればソフトのタッチに、遅くするにつれてピッキングのニュアンスが出てきますね。こちらも非常に自然です。さて、ミックス全体の中でも聞いてみましょう。まずはバイパスから。入れていきます。非常によくオケに馴染みながら伸びのあるサウンドになりましたね。ギターやベースのダイナミクスを手早く整えたい際にはぜひ使ってみてください。続いてはこちら、バイタミンです。マルチバンドハーモニックエンハンサーということで、帯域別にエンハンス効果を調整できる点が特徴なのですが、今回は少し変わった使い方をご紹介します。適用するサウンドがこちら。このギタートラックには主に高域を担当させたいと思っていますが、どんなに高い音であっても 5kHz 以上の倍音が少ないため、どうしても埋もれがちになってしまいます。ここは思い切って、通常では出せないような音をバイタミンで作ってしまいましょう。まずダイレクトのスライダーを全部下げてしまいます。まだエンハンスを行っていませんので、当然無音になります。ここから各バンドのスライダーを上げて、エンハンスの成分のみで音を作っていきます。まずは高域は欲しいですから、ここを多めに上げましょう。それを補強するように他のバンドを上げていきます。中低域は混雑していますから、逆にあまりいらないですね。はい、このような感じでバイパスと比べてみましょう。少し音が小さくなりましたのでアウトプットを調整します。もう一度バイパスと比べます。いかがでしょうか。まるで楽器そのものが変わってしまったかのような質感の変化が起きましたね。使い方によってはかなりトリッキーなサウンドも作れるかもしれません。このようにサウンドをデザインする感覚で使ってみるのもバイタミンの面白い使用方法だと思います。続いていきましょう。こちらの H コンプ。 R コンプに次いでウェーブスの定番コンプの一つといえますが、なんといっても特徴的なのがミックスつまみです。これによっていわゆるパラレルコンプレッションをトラック一つで完結させることができます。ちょっとやってみましょう。対象はメロディーを奏でているエレピです。ちなみにここで使用している音源も実はゴールドバンドルに含まれるもので、エレクトリックグランド80というものです。さて、これに対し H コンプを使って積極的に音作りをしていきたいのですが、
どうも通常の調整では思い描いた音になりません。そんな時はパラレルコンプレッションを試してみましょう。まずレシを高め、アタックリリースも早めに設定して、ゲインリダクションがしっかり出るようにコンプを設定します。こんな感じでしょうか。ちょっとかかりすぎぐらいに設定しておくのがポイントです。そしてミックスつまみを一旦左いっぱいに回し、ドライの状態からスタートするのが基本となります。徐々にコンプがかかった音を混ぜていきましょう。このくらいがちょうどいいというところで止めます。仕上げにゲインリダクションの分だけアウトプットを上げておきましょう。このようにコンプのかかり具合をミックスを調整しながら探ることができ、より自然な結果を得られるのが H コンプの特徴です。余談ですが、このパンチというつまみも H コンプならではですね。少し回すだけでも単純にアタックタイムを遅くするよりも強烈なアタック感が与えられて、ヴィンテージコンプを強めにかけたようなパンチが得られます。ではミックス全体の中でバイパスと比べてみましょう。まずはバイパスから。入れていきます。いい感じで存在感が出てきましたね。次はこちら S1MS マトリックスと9点を使った Tips をご紹介します。 S1MS マトリックスはこのような順でインサートして2つを対にして利用します。まず LR のステレオ信号を MS に変換し、プラグイン処理をして、そして LR に戻すという使い方です。2つの MS マトリックスの間では L がミッド、 R がサイドということになりますので、間のプラグインで LR 別の設定を行えば MS 処理が行えるというわけです。今回はこのようにリンク解除で LR 個別設定が可能な9点を使用します。この9点もですね、25周年を記念して見た目だけでなく進化しています。原因に合わせて Q が適切に可変するプロポーショナル Q や、このようなバンドフォーカス機能、また64ビット精度で32ビットフロート処理を行うバイ精度処理が追加されています。それでは実際に MS 処理を行ってみましょう。適用するトラックはドラム、ベース、メロディ以外のトラックをまとめたバストラックです。なお MS マトリックスの仕様として 6dB ボリュームが下がりますので、トラックのフェーダーを 6dB 上げておいてください。まずはサイドのローカットから、 R チャンネルすなわちサイドに切り替えて、1番をハイパスとし 160Hz くらいまでカットしましょう。操作する際はキック、ベースの存在感、タイトさに注目します。オフと比べてみましょう。もう一度オフ。いかがでしょうか。キックやベースの定位感がはっきりしてタイトな印象となり、フレーズも明確になったと思います。続いて L チャンネル、すなわちミッドに切り替えて 1.6kHz 付近をカットしていきます。これはメロディーのためのスペースを空けるためです。操作する際はメロディーの存在感に注目してください。オフと比べてみましょう。もう一度オン。メロディーラインが明確になり明るい印象になりましたね。同様の処理をリバーブのトラックに行ってみてもいいでしょう。こちらではミッド、サイドともにローカットし、ミッドのみ 1.6kHz 付近をカットしています。バイパスと比べて聞いてみましょう。まずはバイパスから。入れていきます。全体的にスッキリするとともに、こちらもメロディーの分離が良くなりましたね。このように MS 処理はマスタリングだけでなく、
バストラックやリバーブなどに適用していくことで、より細かくステレオイメージやトラックの分離を突き詰めることができます。最後にバイタミンのもう一つの使い方に触れておきましょう。バイタミンにはエンハンサー機能の他にマルチバンドのステレオイメージャー機能がついています。今回はこれをマスターに挿してローの広がりを狭めてみましょう。クロスオーバーのローを 40Hz 程度とし、ローのステレオウイルスを左に回してモノラルに近づけていきます。ジャンルによっては完全にモノラルにしても良いですが、今回は 0.2 程度にしておきます。またトランジェントに影響を与えるパンチパラメーターは今回は不要なので0としておきます。バイパスと比べてみましょう。まずはバイパスから。入れていきます。さらに低域がタイトになり、キックやベースの量感が増したようにも感じますね。中低域の濁りもすっきりとし、全体の見通しが良くなった感もあります。バイタミンは非常に多機能なプラグインですが、このようにピンポイントの処理でも効果を発揮します。動作も軽いですから、ぜひ積極的に使ってみてください。ではまとめとして、今回ご紹介したすべてのプラグインについて、バイパスと適用後を比べてみましょう。まずはバイパスから。続いて適用後。はい、いかがだったでしょうか。ゴールドバンドルといえば定番の基本セットという感じもしますが、このように非常に特徴的な機能を備えたプラグインも含まれています。お持ちの方はぜひ使い倒して、その手早さや奥深さを体感していただければと思います。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。